Underkuma、信じるか。あらゆるものが存在する中で、人はなぜそれ以上のものを構想するか分かるかね。なぜ空を恋しがり、宇宙を飛びたがるのか。それは昔は空を飛んでいたからだ。空想できるものは存在できるものなのだ。たとえ目には見えなくてもな。すべてを見通して、過去、未来、そして今、すべては流れ、すべてはつながっている。この目は現実を見ているのではない、真実を感じているのだ。恐れることはない。ああ、分かってるさ。一言で言えば、もう一番最初にこの年になると楽しみにしてますよ。俺は勉強っていうか、共鳴できるものがありましたね。そういう意味では真ですよ。目の当たりしたいんですよね。僕の中で本当に話をしてますよ。さらっと熱く。楽しみしてますよ。知識も何もなくて、自分に対したら自分自身が疑問を持ったわけですね。すがすがしい気持ちで、今日この場にいる僕自身が生まれたのも確かです。